元キンプリ、平野紫耀様、ト遺跡で、やめ、ジャニー、年収大爆発。その舞台裏に迫る、芸能界は常に新たな動きと転機が訪れる場所です。その中でも、今回のトピックは、元ジャニーズ事務所の副社長、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、トベに所属するアーティストたちに焦点を当てます。特に、元キング、アンド、プリンスの平野紫耀とインプ、インパクトワーズのメンバーたちが、 舞台裏で何が起こっているのかを探ります。飛べ、新たなスタートの場。飛べは、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所で、多くの若手アーティストたちが新たなスタートを切る場として知られています。平野志陽やインプのメンバーたちは、この事務所に所属し、彼ら自身の音楽キャリアを築き上げようとしています。極秘の決起集会。8月20日、飛べのメンバーとスタッフ、関係者たちは、 都内の高級中華料理店で極秘の決起集会を開催しました。この会合には、総勢20人ほどが参加し、滝沢秀明氏が特別にお店の一部を貸し切ったと言われています。この食事会は、戸辺のメンバーたちが初めて集まった機会であり、和気あいあいとした雰囲気でお酒も進み、大いに盛り上がったようです。ジャニーズ事務所の現状。現在、ジャニーズ事務所は性加害問題の渦中にあり、 厳しい状況に立たされています。しかし、戸部に移籍したアーティストたちは、これらの問題に笑い飛ばすかのように、自分たちの夢と仕事に取り組んでいます。ジャニーズ事務所からの移籍により、新たな可能性が広がったことは言うまでもありません。年収大幅アップの実績。戸部に所属するアーティストたちの中でも、インプ、派特筆すべき存在です。なんと、インプ、派8月18日にシングル。 CRUISIN を世界同時配信し、話題を集めました。三宅健と平野志様も、ソロ楽曲のレコーディングをすでに終えており、全員が海外デビューを目指しています。さらに、彼らは自身の会社を設立し、売り上げや仕事に応じてインセンティブが支払われる仕組みを採用しています。これにより、ファンクラブ会員費の一部を獲得し、ジャニーズ時代の年収を大幅に上回る収入を得ていると言われています。 トベの新しいビジネスモデル。一般的に、大物芸能人は節税のために個人事務所を設立することがありますが、トベの場合はそれとは異なるビジネスモデルを採用しています。滝沢秀明氏は、ジャニーズ事務所の幹部として多くのタレントと仕事を共にしてきた経験から、タレントがしっかりと儲かる仕組みを構築しようとしています。インプ、以外の3人は、実質的にトベと業務委託契約を結んでおり、 仕事に応じて収入を得る仕組みです。この契約はタレントにとって非常に有利であり、三宅県、平野市要、神宮寺ユータはやる気に満ち溢れています。戸部の一般知名度上昇。戸部は一般の人々にも知られる存在となり、多くのアーティストたちがこの新しい波に乗りたいと考えています。ジャニーズ事務所からの、辞めじゃには増えており、戸部の存在感がますます強まっていることは間違いありません。 新たなスタートの舞台で、戸ベに所属するアーティストたちは、新たなスタートの舞台で自分らの夢を追いかけ、成功を収めています。ジャニーズ事務所からの移籍により、彼らの年収は大幅にアップし、戸ベのビジネスモデルは新たな可能性を切り開いています。一般の人々にも知られる存在となり、トベは今後も芸能界で注目を浴びるでしょう。